どうもこんにちは、陣平です。今日は妊活や不妊治療の情報で必要な情報は何なのかというテーマでお話したいと思います。まず不妊治療を考える人にとって最初に気になることは何でしょうか。パッと思い浮かぶのは不妊治療の成功率ですかね。現状のことから言いますと、今はそれすら明確にわからない状況になってしまっています。これはなぜでしょうか。まず成功率を出すためには、何人の人が不妊治療を受けて、何人の人が成功したのか、という数を把握しなければなりません。現在の確認できるデータで言えば、不妊治療によって出産した人のデータはわかっていますが、不妊治療を受けはしたが、出産には至らず、諦めた人の人数が把握できていません。野球の打率に例えるなら、ヒットの数はわかるけど、何回打席に立ったのかわからないというような状況です。この状況を打開するには、各医療機関の治療成績のデータ開示が必要なんですが、そのルールやそのシステムの確立ができていません。なので、そのシステムの構築を急がなければならないというような状況にあります。もちろん、現在公開されているデータでわかることもあります。例えば、不妊治療での出生児数が増えているということはわかります。そのデータを確認していきましょう。こちらは、令和2年度、子ども子育て支援推進調査研究事業、不妊治療の実態に関する調査研究最終報告書から引用した、不妊治療の出生児数になります。繰り返しになりますが、これを見ればわかる通り、出生児数は年々増えています。ただ、不妊治療を受ける人も増えているので、これを見るだけでは成功率はわかりません。つまりこのデータだけ見ても、失敗して諦めた人や、どのくらいの期間不妊治療を受けて子供を産んだか、というようなことまではわかりません。また、不妊治療、成功率とネットで検索しても、出てくるのは、医療機関のウェブサイトばかりで、載っている情報も年齢別の体外受精の成功率です。これではあまり意味がないですよね。不妊治療を考えている人たちが本当に欲しい情報は、タイミング療法や人工受精も含めた成功率や、逆に精子、卵子、胚を用いた不妊治療に踏み切った人の人数などの情報なのではないでしょうか。さらに言えば、特別養子縁組に関しての情報も必要なのではないでしょうか。正直、私の周りには特別養子縁組をしたという人は聞いたことがありません。養子というと、海外のセレブやお金持ちの人が養子を育てているイメージがあります。つまり、経済的に余裕があるからというイメージがなんとなくあります。しかし、不妊症と診断されて養子縁組を考えるという方もいらっしゃるようです。参考までに、こちらが厚生労働省が出している養子縁組を啓発するポスターです。また、養子縁組を啓発するウェブサイトもございます。そちらは概要欄に貼っておきます。以上のように、現在の妊活や不妊治療に関する情報環境は、決して万全と言えるものではありません。もちろん医療についての情報は、かなり慎重に扱う必要があります。2016年のいわゆるウェルク騒動を覚えている人もいるかもしれませんが、数多く情報があったとしても、間違った情報や曖昧な情報を出しては意味がありませんよね。だから前にも言いましたが、手軽に確かな情報にアクセスでき、難しい言葉でなく平易な言葉で書かれたサイトが必要だと思っています。自分の性別や年齢など様々な条件で成功情報が検索でき、有益な情報が閲覧できるポータルサイトが必要なのではないかと思っています。そのためには、各医療機関だけでなく、国の協力も必要だろうと思います。そして何より、僕たちがそういうサイトを求める声を上げる必要性があるんではないかと思っています。それではまた。